ご同心ご入場でございます。
に、あやま、お坊様の葬儀を営み、親族、集まって、本庁の別れを待つ。別日の調査にかかる、本来の絆を立ち出し、されど我らが思い捨てに及ばず、ただ、この敵は、いかの性格なり、阿弥陀如来は、かかく我らを哀れにたまいて、捨てに本願の大会より名乗りたも、まことに弥陀の本願力に相いて、虚しくするものなし、願わくは相対する不便のもの、心を等しくして、その皆を唱え、障子の別を越えて、おわの命にいたしめられることを、極まって奉する。ここで寄せられました帳面を拝読させていただきます。なお順不動ご法名の読み違いにつきましてはお許しくださいませ。ご霊室様のご逝去を知り驚愕いたしております。皆様のお心の内にお住まいを移されたのですとお悔やみの言葉に返させていただき、心からご冥福をお祈りいたします。森進様、陽子様、ありし日のお姿をしのび心よりご冥福をお祈り申し上げます。札幌黒百合会様、ご五郎様のご成果の方に接し慎んでお悔やみ申し上げますとともに、心からご冥福をお祈りいたします。細田博明様、山本優子様、これよりはご法名のみの拝読とさせていただきます。衆議院議員新井聡様、北海道議会議員吉田ゆうき様、以上でございます。謹んでご法定させていただきます。
ご親族の皆様にご焼香をお済みでない方はいらっしゃいませんでしょうか。いらっしゃいましたらどうぞお済みくださいませ。それではご回想の皆様、どうぞ前列の方よりお住みくださいませ。どうぞご回想の皆様、祭壇前お住みください。前列の方よりお住みくださいませ。
上御焼香を終わらせていただきます。Thank you.
ただいまは阿弥陀寺様により葬送のお務めを賜りました。それではここでご家族様よりご挨拶がございます。時間がたまたま夜9時13分だったんですけれども、それがたまたま私が9月13日生まれで、うちの母は、肺炎をこじらしたので、息がだんだん苦しくなっていって、3日ぐらいはかなり苦しい、何というか母という感じで死んでいたんですけれども、私を今日の時間に、宇宙に生まれてたんではないかなと思いまして、ね、とにかくいつも笑ってアクティブで飲んで食べて綺麗なものが好きで、このように点々描いていて冗談を描いていっていた、母は本当に生き切っていたなと思って、で私たちの子を見て、本当に精一杯育ててくれて、私がまずそんなに悲しくないのは、本当に愛してくれたので、私は本当に大人として自立してくれるということだと思います。生前母に見せていただきました皆様のご好評も大し心より感謝申し上げ、今後も変わらぬお付き合いいただきますようお願い申し上げます。ではこの後は、元発行に託して個人を忍ぶ時間としたいと思います。お時間の許す限り、ご覧のお話に、いただければと思います。よろしくお願いいたします。次女、春子です。お暑い中、母の葬儀にご開催くださり、本当に熱くお礼申し上げます。それでは、母のエピソードを10分ほどお話しさせていただければと思います。母は昭和13年4月19日にこの水車町で父澤田栄吉、母塩江の5番目の子として生まれました。双子でした。そして末っ子でありました。母は父と結婚後は父の勤務する職場近くの官舎に、数年住んでおりまして、姉が小学校に上がったと同時にまた水車町の方に引っ越し
ました。それからずっと亡くなるまで水車町で暮らしました。学歴は小学校は小平小学校、中学校は高等中学校、高校は専修高校を出ました。つい最近まで、先月もそうですが、いつもいつも本当は大学に行きたかったんだよな、本当は美大を出たかったんだって言っておりました。職歴は結婚前に北野の姉の雅子おばと2人で丸井さんに1年ほど勤務しました。あまりに2人がそっくりだったので、いたずら計画を出たんでしょうね。何とか持ち場の売り場を入れ替わって勤務に当たったそうですが、誰も気づかないのよって楽しそうに何かのエピソードを私に語って聞かせてくれました。そしてもうそれは60年前のお話になるんですが、そこで生涯の大親友となる先輩とも出会いました。今日は体の調子が悪いかと見えてはいないかもしれませんが、お花をいただいております。で、私も散々泣きましたが、お別れする心の準備は母からもらえました。入院の期間はぴったり2週間だったと思います。2度あ、今夜が山だと思うので、ご家族の方、いらっしゃる方、来てくださいとドクターから姉の方に電話があり、2度とも駆けつけました。2度目に電話がかかってきたときに、あ、これはもう本当に朝の8時ぐらいだったんですね。あ、本当に2度目はもうダメかもしれないということで、真っ先に電話をしたのが、大親友の稲葉さんという女性でした。もう稲葉さんに電話をかけたら、もう私以上に稲葉さんが叫ぶようにも泣いて、春子ちゃん、お願いです。助けてくださいって言われたのが、とても辛くて、もうワンワンお互いの声が聞こえないほど泣いて、じゃあ稲葉さん行ってくるよって言って病院に駆けつけました。そこで本当に親友を失うっていう辛さ、年齢80代、どんなに寂しい気持ちかなというのがとても分かり、同じ心の温度で本当に大泣きに叫ぶように泣けたというのが、母の死を受け入れる大きなきっかけになった気がします。母の人となりは、母は口先がとても器用でした。このように絵を描くことや、本当に新聞のチラシの裏が白かったら、いつも鉛筆が持っていて、そのまーっと上手な絵が描いてあるのが、いろんなところに置いてありました。レース編みや編み物も上手でした。編んだワンピースなんかね、小さい時に着せてもらいましたよね。料理もとても上手で、本当に美味しくて、盛り付けも本当に美しくて、味もよし、見てよしで、私たち2人を揃えてくれました。実家の水車町には家庭菜園をするスペースがあって、母は毎日野菜を上手に作っていました。私が、昨年の12月に母と同居するようになり、今年は6月、一緒に三場ホームに行って、種と苗、トマトやらナス、インゲンなどなどを買って、2人で、あとご近所さんの佐藤さんにも手伝っていただきながら、畑を作り上げましたが、母は収穫することなく行ってしまいました。とにかく母はおしゃれが大好きで、皆さんご存知かもしれませんが、そこに、人が集うことが、心が大好きで、そこにビールやワインがあったら最高で、着物が大好きで、ですが、去年の9月に、脳梗塞で軽いとは言われていましたけれども、生活が一変してしまいました。たまーに出かけるけれども、もう腰痛がひどくって、ほぼほぼ9割以上は寝たきりの生活になって、しまっていて、毎日ベッドに寝て、食事は自分で作れるからということで、私が母に食事を作ったのはたったの一度で、逆にまた懐かしい美味しい食事を
今日階段の下から2階目の私が住まっているので、ハルコーご飯できたよって同居してから、また本当に手の込んだ料理を作ってくれました。一つ、母の娘として育った私が、母の人柄と母の育児方針、エピソードがありますので、ちょっと聞いていただけたらなと思います。まあ、とにかく一般的なお母さんだったら怒るようなこともしかありませんでしたよね。これもまあ育児とは違うんですけれども、一つ、まあ、エピソードはいくつもあるんですけど、一つだけエピソードをお話しさせていただきたい。そのエピソードは、このようなもので、題名をつけるならば、頭じらみという題名になります。20年ほど前、私が2番目の子供のさくらを産んで、まだ1歳ぐらいだったと思います。めったに電話がかかってこない私の友人から電話がかかってきました。メールの時代でもあるので、あ、電話がかかってくるかなってすごく珍しいなと思って、受話器を上げると、とてもか細い声で彼女が、友人が、ハコ、私ハコなので、あだ名がハコなんですけど、ハコ、助けてって言いました。何事かと思って聞くと、小学生低学年のお嬢さんに、プールで頭じらみが映ってしまって、本当に腰まである自慢の長い髪をしたお嬢さんなんですけど、もう卵、そしてその頭じらみが帰ってしまって、もう一人ではとても取り切れないこと。で、彼女はもうご両親がとっても昔に亡くなっていて、頼る人がもう箱しかいないんだって、助けてって言われました。頭じらみはその年、私の息子の小学生だったので、ちょうど頭じらみが流行っているというお便りが出ていたので、あ、これかと思いました。どんなに困っているのか分かったので、私はそのまだ赤ちゃんであったさくらを、本当にこれまで欲しいお姑さんに理由を説明すると、心よく預かってくれて、ニトリって言ってくれました。そして母に電話をすると、用事があったんだけれども、あ、分かった、すごく困ってるね、すぐ一緒に行くよ。だけどね、ママ戦争も超えてきたけど、頭じらみ見たことないのって言ったんです。で、ママも初めて見るんだって言って、急いでその時タクシーを使って中央区の友達の家に行ったら、もう笑顔もなく、本当にロングヘアのお嬢さんがもう口を毎日持ちに、一言も彼女も、まあ、心が傷ついたのか話すことができない。で、とにかく白髪が映ったら大変なので、私と母はツルツルの素材のカッパをね着て、ゴム袋をはめて、で、そのネットで調べて薬局に行ったら、ちょうどその白髪を取る専用の櫛が売られているので、買っていくよって言って、買って2本買って行きました。私も母も幸いらの虫が苦手ではないので、これが頭じらみなのかと。で、頭じらみがありがたいことに、全然目で見える3ミリ、4ミリもあるので、ピンセットで1匹ずつつまめば、そこにペレッと貼った紙テープに1匹ずつ。で、串はもう見事な仕事をしてくれて、長い髪をダーッとめくると、本当に卵だけがサーッと取れるんですよね。で、まあ、それはそれは大変な作業で、なんですけれども、母はそのもう一言も口を聞かない、固くなっているその小学校低学年の友人の子供に、笑顔で何度も何度も、綺麗な髪ね、この髪は自慢だわ、なんて美しい髪なんでしょうか、もうすぐ綺麗になったらね、大丈夫よ大丈夫よって何度も何度も声をかけていました。もう私はもう必死で、お姑さんにその娘の赤ちゃんのさくらを預けているから、まあ授乳もあったのかもしれないし、タイムリミットがあったんですよね。あまりにも腰までのロングヘアだったために、本当になかなか取れない。で、窓の外を見るともう夜暗くなってしまってい
に家に帰って、あの本当にもうお世話になりっぱなしの宿命さんから桜を引き取りました。それから結構だって夜の8時か9時ぐらいに終わったと聞き、その友達から電話かかってきて泣いてました。今ね終わってね、今お母さんがタクシーで帰った、本当に助けてくれてありがとう、もう神様だよって言って本当にじわびっちに泣いてくれましたが、私も本当にその母はもともと正義感がねとても強くって、困ってる人は放っておけなくて、曲がったことが大嫌いで明るくって、で、まあ、とにかく自分が行くのとなく病気になった時も、まあ、とりあえず病院が大好きなので病院に行くんですけれども、そこで病名を例えば癌になってました。癌になった時も治療法はこれとこれとこれっていうスタンダードだと何台とかね。だけどもう全部調べてから行くので、まあ何度もお医者さんに私はそんな治療を受けたくない、そんな治療を受けたら死んでしまうじゃないか、癌なんですね、どこどこの癌なんですねって原因さえ分かればそれでいいって言って、あの帰ってくるようなことがあっても、それが母であり全く珍しいことではありませんでした。とにかく自分で何でも調べて、ね、本も大好きで旅に渡って、まあ、合宿から松本清張、三浦綾子などなどたくさんの本を読んでいて、病気となれば病気、初期の本を読んだりとか、とにかく書物やテレビから情報をたくさん自分から求めて出ているような人でありました。本当に、そして、ね、人にこう意味があるとき、言いにくい、普通だったら飲み込んでしまうようなことも決して飲み込まず考えて相手に伝えるときも正々堂々というわけなんですけれども、わあすごいなーって子供の中から思って見ていましたが、それでもあんなふうにすらすらと堂々と言っているように見えるかもしれないけれども、本当はものすごく言いにくくて奮い立たせて言っているんだよねって、それは言われた相手には伝わらんかもしれないけれども、そんなもんなんだよねって、言っていました。あの今日お礼返しにハガキがあって、そこの文明姉と考えたんですけど、その文章の中に虎のように虎の歯という虎という言葉が入っているんですけれども、それが母が虎節であったからで、やっぱり江戸にこう人格が見るのかなって思っています。本当にどんなことがあっても私も幾度となく悪さをして怒られることもありましたけれども、本当に我が子を心から本当に信じて信じて信じて、いつでも味方してくれて育ててくれたことが私たち姉妹の自信につながっています。本当に今こんなにスラスラ喋れているのは本当に母の入院中、家の中、同居している家の中、母のもので満ち溢れていて、泣いて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 一人で寂しいよって何度も家の中で声に出して言いました。そして母の友人や親戚たちに電話をして、一緒にとてもたくさん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 共に受話口で泣いてくれたことが心の癒しにもつながっています。だから今こんな風にスラスラ喋れるんだなって思います。また私があの母のいない家に戻って母の移民の整理をしながら、何年にもわたって涙がね、本当に自然に母のいい思い出がいっぱいです。こぼれるでしょうけど、止めることなく時とともに癒され、みんなが親を亡くすのはここにいる皆さんだってもう経験されていること、その順番がついに私たち生徒姉妹にもやってきた。運よく姉も車で20分のところに住んでおりますので、姉妹本当に、ね、今後より一層仲良く協力し合って人生を乗り越えていきたいと思います。本日は本当に皆様に魅力を振られて、母も本当に喜んでいると思います。母は震えてて油絵を何度も出展していますが、人生初の個展となります。どうぞお帰りの際は母の絵をご覧になってください。
が、もしよければご友人やご近所のお付き合いで、母はどのような人物であったのか、まあ何でもいいので一言でもお話しくださったら、とても一言一言母の人柄胸に刻みたいと思うので、よろしかったらお話を、どんなお話でもいいので、短くてもいいのでマイクでお聞かせになれたらなと思いますが、自由に。
鵜飼幸恵と言います。私の、マリコさんとマリコさんのハルコさんという、親友のお母さんです。でも何ていうかな、好きなことがたくさんあって、それをずっと生涯続けてきて、最後までキラキラとしていた澄子さん、私も好きなことが、たくさんある澄子さんのように今後の人生送れたらいいなって思っています。うまくはないけれども私も歌が好きなので、ちょっとだけ澄子さんを送る歌を歌わせていただきます。一度だけ一緒にカラオケ行ったことあります。小杉吹雪の愛の参加を熱唱してました。いつかは誰でもこの皆様には大変貴重なお時間、遠慮いたします。
のご体操、ご丁重なるご焼香を賜りまして、誠にありがとうございました。祭壇前、ご焼香の準備が整っておりますので、お帰りになる前に、今一度のご焼香をお願い申し上げます。また、須美子様の作品、祭壇前に飾らせていただきます。どうぞ皆様、ご覧くださいませ。本日のご回想、誠にありがとうございました。
Thank you.
私はフリーのナレーターをやってるんですけど、もちろんそれだけで食べていくのは難しくて、いろいろバイトとかもしたりしながらやってたんですけど、まあ、もちろん不安定な仕事なので、あの資格を取ったらとかね、いろいろ心配してくれてたんですけど、私の仕事を聞いたりとか、私が喋ってるのを聞いたりして、ああ大丈夫だねって言ってくれたことがあって、それがすごく嬉しくて、すごいいっぱい、何度も何度もだろう、もちろん小さい頃から最初なので会ってる回数は多いかと思うんですけど、やっぱり大きくなると会う回数も減って、今考えるともっと一緒にいろいろしておけばよかったとか、もっと何かしてあげられたらよかったなって思うこともあるんですが、最後におばあちゃんがスマホを、携帯を買い替えるってなって、その時一緒にお買い物に行って、やっと一つおばあちゃんのなんかためになれたかなと思って、来年また買い替えに行こうねっていう話もしてて、なので、それができなかったことがとても寂しいなと思います。ただその時多分行けなかったらすごい後悔してたと思うので、行けてよかったなと思うのと、あれは顔を見れなかったんですが、その最後に2回目呼ばれた時、私もちょうど仕事が休みで中には入れなかった、病室の中には入れなかったんですけど、外からおばあちゃんが手を挙げてるのが見れて、それが本当にちょうど休みで行けてよかったなと思いました。おばあちゃんの黒百合会さんの絵画の、古典なんていうの展示会とかも見に行って、本当にこんなすごい作品を生み出せることとか、あとは美味しいご飯を作ってくれたりとか、お正月うまりを作ってくれたりとか、テールスープって作ってくれたりとか、本当になんかそんなにいっぱい
きくなってから会えるってわけ、会ってたわけじゃなかったですけど、一個一個が忘れられないなと思います。なんかこんな、コロナ禍で人もっと盛大に見送れたのかも、もともと知らないかなと思うとちょっと寂しくはありますが、そんな中でもこんなに人がいて本当に愛されてたんだなと思いました。来てくださってありがとうございました。